ってことがあってさ、最近遊べてないんだよね。はあ、もうどうしよう。ゆうか、聞いてる？あ、ごめん。ゆうか、どうしたの？学校でも元気ないみたいだったし。なんかあった？実は、リュウさんのことなんだけど、あの日以来ずっと連絡が来なくてさ。で、昨日も連絡してみたんだけど、やっぱり帰ってこなくて、どうしたらいいかわかんないんだよね。優香が辛い思いしちゃったの、私のせいでもあるよね。ごめん。なんでリオが謝んの？リオのせいじゃないよ。あの人が全部悪いから。優香、どうしたの？ちょっと一緒に見てほしいんだけど。うん。マッチングアプリ。あ、この人なんかどう？美容師？そう。社会人で落ち着いてそうだし、なんか大人っぽい。まだちょっと怖いけど、リオが言うなら連絡してみようかな。うん。何かあったら絶対相談乗るから、すぐ教えて。ありがとう。もしもし、こんばんは。こんばんは、お疲れ様です。ありがとうございます。ゆうかちゃんも学校お疲れ様です。あ、そうなんですね。意外。美容師という職業柄モテそうな彼だが、出会いなどもなく2年近くも彼女もいないということを教えてくれた。じゃあ桜山丘のあの新しいパンケーキ屋さん知ってますか？もちろん知ってるも何も、うちの店の最寄り駅でいつも通るんですけど、ちょっと可愛らしいお店なんで男一人で入るのは勇気いりまして。そうなんですね。いや、実は私も全然行けてなくて、行きたいんですけど。そうなんですね。もしよかったら今度一緒に行きませんか？え？あ、もしよかったらですけど。じゃあ月曜日楽しみにしてますね。はい、よろしくお願いします。電話もできたし、この前の人とは違う、そう自分に言い聞かせた。ごめんなさい、僕が誘ったばっかりに。いや、あゆむさんは全然悪くないですよ。お詫びと言ってはなんですけど、もしゆうかちゃんがよければ僕のネイルサービスを受けてみませんか？ネイル？はい、実際にいつも僕が勤めてるお店でやってるサービスなんですけど、今回はお詫びとしてもし優香ちゃんが良ければさせてほしいなんて。いや、逆に悪いですよ。今日お店休みで貸し切りなんで全然大丈夫です。お邪魔します。じゃあここ座ってください。準備してますね。
どんな感じがいいとかあります？普段あんまやんないから分かんなくて。普段やんないんですね。はい。じゃあ、ゆうかちゃんに似合う感じでやっていきます。お願いします。手を出してください。ゆうかちゃん、指も綺麗なんですね。あ、そうですか。ドキドキしちゃう。ちょっと、トイレ。雪の冷たさはあなたのよう